このコーナーは僕大前良介とパブカフェ名古屋コミュニティマネージャー斉藤健太郎さんと一緒にお送りしていきます。斉藤さんよろしくお願いします。パブカフェ名古屋斉藤です。よろしくお願いします。さあ今週もクリエイターさん紹介していただきます。ご紹介お願いします。はい、先週に引き続いて、今回もスタジオポエティックキュリオシティから、デザイナーアーティストの青沼雄介さんよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもです。さあ前回前々回と、青沼さんの作品とか、まあ、作品を作る思いとかをいろいろ聞いてきたんですけれども、うん、青沼さんが現在、絶賛開催中ということなんですけども、スタジオ個展、ポエティックプロトタイピング展ということで、こちらについてちょっとお話聞いていきたいんですけれども、そもそもポエティックプロトタイピングっていうのは何なんですか？そうですね、僕らのスタジオの名前が、ポエティックキュリオシティっていう名前で活動をしてるんですけど、はいはい、知的好奇心ではなくて詩的好奇心、でそれは何かっていうと、今こう技術革新とかでいろんなこうハイテクなものとか、はいはい、情報化社会でたくさん情報が増えている中で、はい、いろんな技術とかが、たくさん生まれているのを目の当たりにして、こう得るんですけど、そうではなくて、僕らはその、作品に対して、どんな今ある目の前の景色においてどういう言葉とかどういう行為が知的に人を感じさせることができるっていうか、そういうことを、ある意味研究しているのかもしれないんですけど、知的な観点からものづくりをするっていうのが一つのテーマになってます。はい、例えば具体的な例で言うとどういう風になるんですか、それって。例えばその、先々週にお話しした、ブリックレコーズっていうものは、実際その布の扱い方っていうのを何か新しい技術と掛け合わせて新素材を作ろうとかではなくて、その音を聞くっていう一つの行為に変換する、誰しもがやったことがありそうなことだったり、思い出とかで布の音のことを覚えていたりする人にとっては一つのこう、共感なのかもしれないんですけど、何かそういう自分たちの身体とか身近なものっていうことからあまり離れずに新しい感覚を提供できるようなものを作っていきたいっていうのが一つの分かりやすい例ですかね。そういったものを今回も展示されているっていうことなんですかね。そうですね、実際にこのポエティックプロトタイピング展ってちょっと横文字結構分かりにくいんですけど、作品を展示する展覧会なんですよ。ほうほうほう。なので僕らデザイナーで活動してるので2人では製品とか、あとはもう衣服のファッションの方でも完成品を目にする機会が多いと思うんですね、そうではなくて僕らが詩をある意味こう話しながらいつも立ち上げていくんですけど、その詩を形にしたもののかけらみたいな試作品みたいなことをいくつか提示して、それをこう来た方と一緒に話してどういう感覚を得るかっていうコミュニケーションを取るっていうのが、面白そうだし面白いこと言ってるし、ずっとなんかすごいな。もう本当にこの切り取り方も面白いですし、この試作品を展示する、それでそれをコミュニケーションのツールとして、そこからさらに何かこういうことが起きたりとかする、面白いですよねみたいなところを期待されてるっていうのが、やっぱ物を作ってるんだけれどもその先を見てるっていう感じがして、すごい面白いですよね、本当に。いやすごい。青沼さんはその今後じゃあ5年後10年後20年後ってなった時にどうなっていきたいみたいなのがあるんですか？ある意味では時代とともに生きてるっていうよりも、 それぞれの個人個人がちゃんとこう、詩的なこう価値観とか物差しを持って物事を選ぶだとか考えるようなきっかけになるものが作れていけたらいいですよね。なかなかこうやっぱり文字情報だけ多いんじゃなくて、雑草を見ながら、こういうものをどうやってめでればいいか、さっき最初の方に話してたんですけど、めでればいいかとか、あとはそれを使うとか、なんか花を生けるためになんか空き瓶をわざわざこう一輪出しにする人もいるじゃないですか。そういう、 こう何か物との対峙の仕方っていうのをもっとこう詩的に綺麗にこう立ち上げてあげる、手伝いができるようなデザインっていうのを今後やっていきたいなと思ってます。すごい。言える？その5年後10年後どうなりたいって言った時にこんな回答できる？俺金持ちになりたいって言うで。
すごいですね、はい、いろんなクリエイターいますね。もう本当に幅広いですよ、クリエイターさんも、ね、それぞれが持ってる視点がやっぱ皆さん違うんで。そうなんですよ、本当に視点なんですよね、物の見方、捉え方、考え方なんですよね。 そうです。それを表現していこうって、はい、いや面白いなと思います。さあそんな、小沼さんの、作品が見られるポエティックプロトタイピング展、絶賛開催中ということで12月の11日まで、あります。会場が東京都大田区にある半地という場所ですので、ぜひ皆さん立ち寄ってみてください。ちなみに小沼さん、これ名古屋とかこれ東海エリアにいながら小沼さんの作品に触れる方法とかってあったりするんですかね。そうですね、あの基本的には作品は全てあのツイッターとかインスタグラムの方にアップロードしてまして、はいはい、をご覧いただければ見ていただけると思います。ちょっと見ます、僕いっぱい見ます。ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。ということで、3週にわたってねいろんなお話聞かせていただきましたけれども、最後にリスナーの皆さんに小沼さん一言いただいてもいいですか。はい、ありがとうございました。3週間、私の方であの私たち、ポエティックプロタイピングの展覧会もそうですし、今後ともそのできれば名古屋で展覧会ができたらいいなと思ってますので、斉藤さん呼んでください。また、はい、斉藤さんやりましょう。お願いします。ということで小沼さん3週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。ファームカフェ名古屋の斉藤さんもありがとうございました。ありがとうございました。